FM21 では皆様に喜んでいただける番組制作に努力を続けています。どうぞご意見ご希望ご感想などがございましたら、いつでもお気軽に FM21 の電話876-0021またはファックスナンバー877-1118にご連絡ください。お待ちしています。 FM21 の周波数は 76.8MHz 浦添市前田丸産業ビル7階スタジオからお送りしています。今日も FM21 の放送を聞いてくださってありがとうございます。今日は6月の20日木曜日、今週もやってまいりましたワンヌウムイの時間です。この番組は全ての子どもたちに笑顔を届けたい、子どもに笑顔を送る会ありがとう、浦添市ぐつくま通りにあります特定非営利活動法人テダコ、そしてアップルパイとマフィンの美味しいお店クッキングテダコ、共に日本の未来を創造する SNS フリージャパン、報道されない事実がここにあるローマ人日記、沖縄から真実を全世界へ発信し続けるチャンネル桜沖縄支局、そしてタクシーのパーツとデジタル無線機のことなら全てお任せの沖縄タクシーマート、以上各社を応援いたしております。さて今夜のメインパーソナリティは私ボッキーテドコンと、どうもこんばんは、却下レッドです。なんかそのハンドルネーム却下なんですけど。わあ、こんばんは、よろしくお願いします。何かってまた初っ端からもう状態を作ってくれますね君はね。はい、比嘉耕作君こと却下レッドさん、そしてもう一方、はい、こんばんは、あの猫仮面の HK さんを思い出して今でも思い出し笑いが止まらないです。はい、ということでね、先週本当にセンセーショナルな顔つきでね、ネットで動画見てる皆さんを笑わせていただいた、番組だったんですけど、さて今日はタカさんね、昔流行った赤影かなと思ったらなんか額に数字の9って書いてるんですけどね、この9っていうのはなんかお守りですか？HK さん、あちら系の方々のお守りだけど、まあ、役に立つのかどうかっていろいろ言われてますね。はい、ありがとうございます。この番組は地上波 76.8MHz のほかに FM21 のホームページからスティッカムで動画配信、そして皆様のスマホで、ツイキャスというサイトに飛びまして、そこで、ボギーチャンネルと検索しますと、もろにですね、この番組のアイドル HK 仮面さんのドアップが映ってるという本当にシャイな番組でございますので、ね、今夜も、沖縄の、情報いろいろ、特にマスコミが伝えない情報などをね、いろいろお伝えしてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。お願いします。
はい、早速ですね、ネットの方で動画をご覧いただいてますネットアシスタントの皆さんから、続々といろんなメッセージが届いております。まず、ラジオネームたまねこさんからやや受けとやや受けですね。はい、やや受けだそうです、HKさん本当に。それから、ラジオネームボギー中佐からつまんねえぞとあら、はい、それから、ラジオネームズケちゃんから滑りましたねっていうことで、ちょっと白い視線がいろいろ送られておりますね。はい、ズケちゃんから連発で球場マンと来てますけどね、はい、球場マン、球場マンは何を守るんですか、こんな赤い顔してうん、まあいろいろ隠したいこととかも、まあ、ありますね。そうですよね、一番やっぱり大事に持ってるのはガルパンの独自それをなんか宝物のように毎日持ち歩いてるっていう話があるんですけど、いや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 誰が好きなんですかガルパン、ね、分かんないです、そもそもガルパンなんてちょっと疎いので嘘つき嘘つき本当です。いや本当にね、いろいろ来ておりますけど、ラジオネーム太田さんから球場マンはジュゴンを守るんですかということでございまして、ジュゴン守るって言ってる人たちが守ってるんじゃないかなと思うんですけどね。いや高さん守ってないですよ、ないですよね、守ってないから今あの3頭だけになって困ってるんですよね。そうですね、だってねジュゴン守れって言ってる人たちが辺野古の海でやってることって、ラジオ聞いてる県民の皆さん知らないですよね。ジュゴン守れってなんか人の良さそうなおじいちゃんおばあちゃんたちがプラカード持って一生懸命座ってるとこばっかり想像してると思いますけど違うんですよ。実はね、辺野古の海ではいわゆるこの基地反対派のモーターボート、結構馬力が出てスピードも出るんですけど、これがもうそっちゅうこの海上保安庁の船と追いかけっこしてるんですよね。つまり近づいてはいけないところに近づいて妨害をしようとするものですから海上保安庁に追っかけられるんですよ、うん、すると海の上をですよすごいスピードで走り回るんですけど、あんなスピードで走り回ったらもしジュゴンっていうのは息継ぎのため浮いてくるんですよ、ウミガメもですけどね、あんなスピードで走り回られたら絶対に避けきれないですよ。あ、だって船っていうのは、まあ、操縦すれば分かると思いますけど急ブレーキ効かないんですよ、はあはあ、急ブレーキ効かない、それから急ハンドルも効かない、ハンドル切ってからワンテンポ遅れてしか動かないですからね、はあ、ジェットスキーみたいにほぼ直角に動くやつもありますけど、ああいうので、ね、スピード出してあんな操縦すると海に放り出されてしまいますから、あ、車とは勝手が違うわけですからね。だいぶ違います。でもね、海の上であれは確か私の見たところだいたい15ノットから20ノットぐらい出てるんですよ、結構速い、ほうほう、ね、15ノットとしてもやっぱり30キロ28キロぐらい、はい、28キロでね海の上突っ走ってですよ、28キロ35キロぐらいでジュゴンとか浮いてきたらもうスクリューでズタズタですよ。で本当にね、ジュゴン守りたいって言ってるんだったら海の上であんな操船絶対にしないはずなんですよ、はい、で彼らこれやばいと思ってすぐ非公開してますからね、まあ、あの人たちとにかく何かまずいなと思ったらすぐ非公開にしちゃうんですよね。ああ、そうですね、はい、いろんなこともありますからね、はいはい、書き込みとかもね、あとで HK さんいろいろまたねネタの方よろしくお願いしたいと思いますけど、はいはいはい、だから本当沖縄県民に伝えられてないことってたくさん実際あるんですよね、はいはい、あるでしょうね。だからこの辺野古では毎日のように渋滞をしてると、まあ、それにまあ巻き込まれてるのは、いわゆる工事に従事してるトラックやミキサー車だけじゃなくて一般の方々通勤の人とか、あと沖縄に観光できてね、西海岸から上がってきて東から帰ろうと言ってここから通る人たちが巻き込まれて貴重な時間潰してるんですよね。ですからこの当初去年の、ね、大きな抗議集会あった時には4時間余り車が動かなかったということで、もう本当にね迷惑を被った人たちいっぱいいるんですけど、沖縄の新聞とかテレビは、
ね、あの何千人が集まった抗議集会といって華々しく取り上げてますけど、渋滞に巻き込まれてすごい迷惑した人のことは何一つ書いてないんですよね。まあ、最近ではこういった渋滞は警察が悪いと、はい、警察が排除するから悪いと。そしてこういうことも言ってます。工事をする国が悪いと。そもそも国が工事をしなければ自分たちはそんな阻止行動をしないでいいんだから、国が悪いと。意味わかります？いや、わかんないですね。いや、私もわかんないですよ。君は何を言ってるんだねというふうになるんですけどね。それとあっち系の人たちに共通しているのは、自分たちは絶対に悪くないっていう信念を持ってるんですよね。ですから道が渋滞をすると何のせいになると思います？警察のせい。違うんですよ。米軍のせい。そう、米軍基地のせいで道が渋滞してるって言うんですよ。これってね、タカさん、別に米軍基地なくても渋滞しますよね。しますよね。渋滞なんての日本全国で見られる光景ですし、であと何でもかんでも米軍のせいにするっていうのはやっぱり あっち系の人の上等文句ですよね。沖縄県の、まあ、学力が、まあ、全国最下位なのも米兵のせいだっていうふうに言ってた人もいましたからね。あと沖縄の飲酒運転が全国一なのも米軍が悪いと、もう何でもかんでも全部米軍のせい、ね、今ラジオネーム南條さんからメッセージが来ております。半基地だったら何でもいいのかと、おかしいだろっていうメッセージが届いておりますけどね。いやー、しかし本当に異常すぎますよね、この今の沖縄の状況。そしてそれにやっぱり私手を貸したのはやっぱりメディアの報道だと思うんですよ。本来であればやっぱりダメなものはダメと、ね、はい、私たち決して平和運動を否定はしませんよ。ただ自分たちがいつも現場で言うことは、やるんだったら法律の範囲内で人に迷惑かけないようにやってくださいって言ってるんだけど、彼ら絶対にそういうこと聞かないですよね、はい、いわゆる反基地無罪、反戦平和は免罪符、ね、反基地のためだったら何をしても許されるという、そういったね、誤った認識を作ってしまったのは、反対派がどんなに悪いことをしても肯定的にしか報道しないメディアの存在が私あったと思うんですよ。だってね、タカさんね、例えば銀行とかコンビニに辺野古のゲートの前にいるようなおばちゃんたちみたいな格好をしてったら絶対に捕まりますよね。そうです、職質の対象ですね、職質どころかすぐ警備が飛んできますよね、うん、だって帽子にサングラスにマスクですよ。時々ね、すごいスターウォーズに出てきそうな感じのね、フル装備の方もいますからね。あ、はい、ちょうど今の君みたいに。いやー、しかし本当に困ったもんでございます。今ラジオネーム玉猫さんからメッセージ、わかった、俺がモテないのは米軍のせいだったんだっていうこと。ということは HK さんとフィンガーボーイが結ばれなかったのも米軍のせいなんですかね。そうなんですかね。そうでしょうね、彼らの理屈で言えば。そうですよね。いや、本当にとんでもないことでございます。しかし今日はこれもあんまり大きく報道されてないんですけど、ロシアの爆撃機が南大東島周辺の日本の領空を侵犯したということでね、報道されてますけど、全然県は騒がないですよね。そうですね、領空侵犯ですから、まあ、これって主権を起こされたことになりますよね。本来であればトップニュースで報じてもいいくらいのニュースなんですけども、全然沖縄のメディアっていうのは扱いが小さいですね。なんで米軍がね、ヘリのプロペラの先につけてるテープを落としただけでこんな大騒ぎするのに、外国の飛行機、その軍用機が領空を侵犯したらなんで黙ってるんですかね。なんか国によって違いますね。米軍だったらもう何でもかんでも騒ぐ感じなんですけども、お隣の国ですとかロシアでしたらもう何も言わない場合もありますし、言ったとして も本当に声の方が小さくて扱いも小さいという。
本当正反対ですよね。はい、しかし本当にこの沖縄の基地反対派とか平和団体っていうのは中国、韓国、ロシア、北朝鮮には何にも言わないですよね、チケイさんね。そうですね、中、韓、ロシアに、いや、なんかなんでそんな忖度してるんだろうって疑っちゃいますよね。なんで気使ってるんですかね。さあ、まあいろいろ良くしてもらってるのかなって思っちゃったりもしますね。良くしてもらってる日本のメディアが。そのああそうなんですか、うん、まあでも日本は9条があるから領空侵犯もされないはずなんですけどね。そうですけどね、なんか救助を守れって言ってる人たちはこういったことに対してみんなだんまりしてますよね。なんかこの間タンカーが攻撃されたこともあんまり救助があるおかげで守られたんじゃなかったのかなって思いますよね、うん、救助ってなんかそんなすごいお守りみたいに言うけれども、なんでお守りがあるのにやられるんだってちゃんと説明聞いたことないですね。君も今ね額に9という数字貼ってますタカさん、これで今コンビニにね入ってったら絶対に警察呼ばれます。救助役立たないですね。全然救助役に立たないってことですよね。そうです、君警察に両腕掴まれたら俺は球場に守られてるんだって怒らないといけないですよいやもうまあそんなことしたらあれなんですけど、何喜んでる、頭おかしい人って思われちゃうんですけど、なんで君こういう話になるとすごい喜ぶのもういや困ったもんでございますね。はい、まあこんな感じでね、本来であれば自分のね県の領空をねこうして通過してるんですから、本当は政治家の方々をもっと真剣にやっぱり考えないといけないですよ。海の上では尖閣諸島の海域の領海に中共の船が入ってきてますよね、うん、それに対して沖縄県議会は何一つ抗議決議すらしないですよね。そうですね、今回のロシアの領空侵犯も、今回山形と新潟で大きな地震がちょっとあった直後じゃないですか、はい、そういったタイミングを考えると、まあ、これ明らかに何らかの狙いがあるなっていうふうに思うんですけども、そういったことがある以上やっぱりメディアっていうのは大きく取り上げなければいけないし、政治家ももうちょっと声を上げなければいけないと思いますね。で、日本がそうやって大きな災害に見舞われた後にやってくるのかって、ちょっと普通に平和考えてる国の対応としてはありえないことだなと思いますね。そうそうそう、全く私もそのように思うんですけどね。今日はでも HK さん最初は滑ったんですけど途中からいい感じでピンピン言ってますよねそうですか、はい、やっぱり今日は何かいいことあったんですかいやもうずっと雨で雨で濡れた女性を後ろから眺めてたとか。いや違うんですか。雨で渋滞に悩まされました。でも今日早く来たじゃんここに。そうだよ君、今日、いつもは宮本武蔵みたいにもう遅れてくるのに今日は30分も早く来てましたよね。そうですよね。9時15分ぐらい扉を開けようとしたんで、なんか別の番組のパーソナリティか誰かかなと思ったら君だったもんだからさ。いや本当に受けましたよ。もうたまに早く来るとニュースになるっていうことで君楽しいよね、はい、でも沖縄のメディアこれ報じませんよねそうそれとまあ、さっきファクトチェックっていう話したんですけど、このファクトチェックなんですけど、前から私たちよくファクトチェックって言ってますけど、アチ系の方々ファクトチェック大好きですよね。はい、アチ系の人たち ね何かというとすぐファクトチェックって言うんですけど、自分たちにとって都合の悪いことは全くファクトチェックしないですよね。ですね。例えば最近衆議院議員の補選で当選しました屋良朝宏さんのフラッシュのニュース、はいはいはい、あれなんかね沖縄のメディアは真っ先に取り上げてファクトチェックすべきだと思うんですよ、はいはいはい、ところがファクトチェックどころか沖縄のメディア新報さんもタイムズさんもややむ日報さんですら取り上げてないですよね。
はい、ということはなんかやっぱりタブーがあるんですかね、高さん。まあそうですね、まあ、こういったことがあの週刊誌の記事になったら、あの屋良さんの名誉を汚す恐れがあるんだったら、あのメディアはこれあの本当の記事なのかどうかっていうような特集を組むと思うんですよね、あのあっち系の政治家だったら。でも今回それを全く実施しなかったっていうことは、あのフラッシュの記事に書かれていたっていうことは本当の可能性が高いってことですね。そうなんですよね、まあ、フラッシュの記事なかなか皆さんあのもう売ってないので分かんないと思いますけど、今ねタクシーの運転手さんの皆さんもあの手元のスマホでフラッシュスペースやらともひろと書くといろいろ出てきますからね。あ、これあのネットではあのヤフーニュースのトップに出てましたからね、はい、ですから今でもちゃんと見れると思いますんでね、あの沖縄のメディアが報道しない不都合な真実っていうのをね、ぜひあのご覧になっていただきたいと思います。それともう一つ、沖縄のメディアが全く報道しない、ね、とんでもないニュースが実はあるんですよね。実は何かと言いますと、浦添市の松本市長、はいはい、今松本市長非常に苦しい立場に立たされてるんですよ。なぜかと言いますと、この浦添市というのは今那覇にあります那覇軍港の受け入れ先としてあの何かとクローズアップされつつあるんですけど、辺野古と比べるとメディアの取り上げ方っていうのはほとんど取り上げないですよね。ですよね。それと同じサンゴ礁の海を埋め立てるのに辺野古のような反対派が一人も見えない、見えるのは潮干狩りの人たちだけっていうことでね。そうですね。でこれ県民の皆さん、ちょっとこれおかしいと思わないですか、あのラジオ機の沖縄県民の皆さん。同じ埋め立てでも辺野古はあれだけメディアが取り上げてですよ、全国からいろんな人たちが来てね、反対反対反対と言って、もう反対することがいかにも素晴らしいことだっていうふうに報道し続けてますけど、この辺野古よりね、辺野古より面積の大きい埋め立てをする予定になってる浦添の、はい、亀瀬川道、ここはあのすごい綺麗な海なんですよ。近くにあの流れ込む川がないおかげで、あの綺麗な海がそのまま残ってるっていうことと、今まではこの米軍基地の 中にあった海ですから、あの手つかずだったんですよね、はいはい、ですからこのリーフ際に行きますと、あの慶良間諸島から流れてきたサンゴの卵などがあのそこであの繁殖しまして、見事なこのサンゴ礁ができてるんですよ。そこをね、あの玉城デニー知事は埋めちゃうということをね公言してる。しかし沖縄のメディア、はい、それから環境保護団体、人権団体、それから革新政党オール沖縄、コンペイトーさん、どこもねこの浦添の埋め立てには反対しないと。なんか琉球新報さんも沖縄タイムズさんも辺野古に関しては結構反対の論調なんですけど、浦添になるとあまり記事すら見ないですね。いや記事も何も書かないですよ。そもそも反対派が一人も現れないっていうのおかしいじゃないですか。今ねこの浦添の海の埋め立てをね反対してることを堂々と公言してるの自分ぐらいでしょ、はいはい、うん、でも自分は辺野古みたいにね、ただ海を守れじゃないんですよ。あの私はこの埋め立てじゃなくて別の活用法があるでしょうっていうのが私の考えであって、これラジオで何度も私訴えてますけど、浦添の綺麗な海っていうのはせっかくねこの那覇から20分ぐらいで行ける距離にあんな綺麗な透明度の高い海が残ってるっていうのは、これ埋め立ててコンクリートの港にするのはあまりにももったいないと。ですからここは埋め立てしないでそのまま残してですね、アラハビーチみたいな人工ビーチ、あの砂をね入れて、直線距離で2000メーターの直線と、それからもっとカーブとか入れるともっと長いんですけど、それだけね長いいわゆるビーチにしちゃおうと。そして将来的にこの、直線の後ろにある今パルコシティ作ってますけど、その後ろにキャンプキンザーという牧港補給基地、米軍基地があるんですけど、ここ返還されるんですよ、はい、ということはこんなねオーシャンビューで海が目の前にあって、そして2000メーターのビーチができれば、ね、こういったショッピングモールだけじゃなくてリゾートホテルとか長期滞在型のコンドミニアムとか、ね、あと
18ホールのチャンピオンコースが3つぐらい入るスペースがあるんで、そこに丘陵地帯を利用して自然の形を残したままのゴルフ場も作れるんですよ。あとなんかちょっとあの辺からあの西海岸から基地を見るとちょっと奥に行くと高台になってるんですけど、そうそう、この高台からっていう場所を生かして、その高台から海を眺められるような見れます、綺麗ですよ、施設とか、ね、まあ、ホテルとか多目的な施設とかコンベンションセンターみたいな作れますわ、そういうものを作ったら、はい、あるんですよ、そういうものを作ったらもう沖縄ってすごいなって思われる。だから前から私は浦添で生まれて浦添育った人間として、他の市町村いろんなもんがあるんですけど、浦添っていうのは何にもないんです、正直言ってね。ただもう通り過ぎるだけの街だった。でもね、この那覇空港から20分ぐらいで行ける距離にこんな綺麗な海が残ってるっていうんだったら、逆にこれを活用して沖縄一ね長い大きなねビーチを作って、そこに、リゾートとか、あと私の構想では釣り公園、ここに釣り公園も作ってですよ、いろんなところからのそういったフィッシャーマン集めての釣り大会とか、子どもたちのね釣り教室とかもできるんじゃないかというのを思ってるんですよ。でこれ海埋め立てちゃうとそういったことできないし、今東海岸道路をね、あ西海岸道路を走った人は本当にこの潮風が気持ちがいいっていうのをみんな分かってるんです。でも誰も反対しない。そんな中でこの浦添市の松本市長はですね、埋め立ての面積をね縮小したいと、できるだけ自然をね残した開発をしたいっていうことで、まあ、要望を出しているんですけど、なんと、沖縄県知事と那覇市長が全く会ってくれないと。はい、全く会ってくれないし、そのね埋め立てのことを決めるいわゆる会議にも浦添からは、部長級じゃなくてその下の、まあ、係長ぐらいの人しか参加させられないと。浦添の海のことなのに浦添が決められないと、要望すらね聞いてももらえないっていうことですごい困ってるんですよね。そういった中でマスコミは松本市長のこの苦悩を取り上げようともしない。そんな中でね、今ネットの中で YouTube で松本市長一生懸命多くの人たちにこの現状をね訴えてるんです。これってね、一つの市のトップが YouTube でねいろんな人たちに訴えるなんて、これ異例中の異例なんですけど、これぜひね今日は皆さんに、松本市長が何をね訴えたいのかっていうことをね聞いていただきたいと思います。浦添市長の松本哲司です。玉城デニー県知事と城間美紀子那覇市長との、まあ、三者面談が未だに実現しておりませんが、この実現しない間に実はとある視聴者から大変興味深いお話を聞くことができました。実はこの話、私も以前一度だけ聞いたことがあるんですけれども、今日はその非常に不思議な話についてお話をしてみたいと思います。それは那覇軍港暗黙の三原則と言われるものです。その暗黙の三原則とは、那覇軍港を止めない、触れない、行動しないと言われる三原則です。まず一つ目、三原則第一、止めないです。確かに那覇軍港の浦添移設計画はほとんど止められたことがありません。私が知る限り一度だけ、今からちょうど6年前の私の市長選挙の直前、2013年1月の新聞紙上で、当時の尾長武志、那覇市長が浦添の移設とは切り離して那覇軍港を単独先行返還すると新聞で報道した、あの一度きりのことでございます。選挙が終わった後はこの話はうやむやになり、その一点を除けば尾長武志県政時代も、そして現在の玉城デニー県政時代も一貫して揺るぎなく那覇軍港の浦添への移設は止められることなく進んでおります。
暗黙の三原則、那覇軍港、止めない、触れない、この2番目の触れないです。この触れないというのはもう皆さんもお気づきかもしれませんが、この那覇軍港問題というのはほとんどマスコミでも触れられることがありません。少しだけは触れられることはありますけれども、辺野古と比べればもうその、話題に上り方といったらほとんど触れられないということがよくわかると思います。確かに積極的に触れはしませんけれども、聞かれれば那覇軍港には反対ですとか、基地問題には私は反対してますということはあります。例えば選挙の時などはマイクを持って那覇軍港の施設反対、あるいは那覇軍港の海の埋め立ては反対だということはありますけれども、それ以外はほとんど話題に上ることはありません。これが三原則の2つ目、那覇軍港触れないでございます。そして3つ目が那覇軍港行動しないであります。つまりこれはどういうことか、触れないようにするけれども問われれば反対だと言いますが、しかし実際に阻止するような具体的に止めるような行動やアクションはほとんど起こさないということです。小さな例えばキャンプ金沢を取り囲むようなデモ、あるいは浦添市役所前でのデモ行進などはありますけれども、具体的に県庁に行ったり知事にそれを問い詰めたり、あるいは何かストライキを起こすと、そういったような具体的な行動までは起こさないということが約束になっているようです。この3つの暗黙の三原則、那覇軍港、止めない、触れない、行動しないです。確かにこの三原則、誰に聞いても聞いたことない、知らないと言いますけれども、これがとても不思議な話で、確かにこれまでの沖縄の基地問題をめぐるさまざまな動き、そしてその中での非常に不可思議な矛盾点を考えていくと、すべてこの那覇軍港暗黙の三原則、止めない、触れない、行動しないで説明がつくのです。この三原則の話、実は初めて私は聞いたとき大変ショックを受けました。しかし今この問題を聞くたびに、そしていろんな現象と照らし合わせてみた場合に、大変悲しい思いをしていきます。私がこの三原則について非常に何か悲しい、あるいは嫌な感じがするのは、私たちこの民主主義を標榜するこの沖縄の島にこういうタブーが本当に存在するんだろうかということです。多くの方はこの那覇軍港三原則について存在を認めません。しかしいろんな現象を考えていくときに、本当にこの三原則が悲しいかな、当てはまってしまうのです。もし私たちの島でこのような強烈な同調圧力があるとしたら、こんなに悲しいことはありません。これは香港の話ではないのです。私たちのこの島で言論の自由を揺るがすような、あるいは民主主義を否定するような、触れてはいけないタブー、闇の部分がある。それを皆さんはどのようにお考えでしょうか。私はいつも誰にでもどの場でも申し上げてまいりました。基地問題はとても難しい複雑な問題です。ですから賛成の方もいらっしゃる、反対の方もいらっしゃる、でも非常にその立場一人一人によって微妙なニュアンスが違うんです。悲しいけれども賛成せざるを得ない、悔しくて悔しくて絶対に反対したい、いろんな思いがあっていいと思います。しかしこの暗黙の三原則、那覇軍港、止めない、触れない、そして行動しないというこの三原則は私たちに大きな大きなタブーをもたらすのです。自由に私の意見を、一人一人の主張を主張することが許されない、そんなことがこの沖縄であっていいのでしょうか。確かに辺野古問題となれば、あれだけの人がこんなに声を上げて
さまざまな素晴らしい意見を述べています。ネットでもいくらでも出てきます。しかし那覇軍港については全く、いやほとんどこの触れられない。例えばあれだけ県民投票の時に若者たちがあんなに立ち上がって言論の自由を話そう、みんなで話そうよ、基地問題と言いながら、なぜか那覇軍港にだけは誰も触れない、焦点を合わせようとしない、この不思議さに私は戸惑いを感じるのです。今回那覇軍港の浦添の移設問題、あるいは西海岸開発をの問題を私がこのような形で YouTube を通して皆さんに訴えたことで、多くの方、特に県庁や那覇市役所や那覇港管理組合でお勤めの方が非常に憤慨しているという話も聞きました。でも怒らないでいただきたいんです。なぜなら私は個人的な話でもプライベートな話をしているわけでもないんです。これはあくまでも政策の話であり、ビジネスの話であり、そして私たち沖縄の未来の話だと僕は思っているのです。もっと言えば私たちの未来、子供たちの未来の話なのです。ですから賛成でも結構です、反対でも結構です。でも隠すことなく私たちが今この基地を抱える沖縄としてどのようにして基地問題に向き合っていくのか、あるいは那覇港をどのような世界水準のリゾート開発にするのか、沖縄を代表するウォーターフロントの構想として持っていくのか、あるいはどのようにして私たちは海のその環境を守っていくのかという大切な話なんです。ですからこれを好き嫌いや面白くない、不愉快だ、そういうところでタブーにしてはいけないと思うのです。ぜひ皆さんも今回この暗黙の三原則、那覇軍港、止めない、触れない、行動しない、この話をスタートにしていろんな方で話をしていただきたいのです。なぜなら私たちの未来です。この島の明日です。私たちの子供たちの将来の話をしているのです。ですから玉城デニー県知事、城間那覇市長、ぜひ一緒に話し合っていきましょう。那覇軍港の問題、基地問題、そして西海岸開発の問題、港の問題、そしてまさに私たち沖縄の民主主義についての話をしようではありませんか。私は西海岸開発も那覇軍港移設も止める気はありません。しっかりと事務レベルで詳細な具体的な技術論やテクニカルな話は進めてください。でもそれと同時に私たちが今向き合わなければならないのは、この私たち沖縄の私たちの心の中にあるタブーに私たちがどうやって向き合っていくのかということなのです。ぜひ前向きに考えていただきたいと思います。オープンにしてみんなで話すことで、苦しくても必ずこのハードルを超えていくことができると思います。いや、このハードルを超えていかなければ私たち沖縄はワンステージ、次のステージに上ることはできないと信じています。ぜひ玉城デニー県知事、城間那覇市長、ご連絡お待ちしております。よろしくお願いいたします。いや、松本市長のね、思いを、全文そのまんまね、流しましたけど、市長にここまで言わしちゃやっぱりダメですよね、高さん。そうですね、受け入れる側ですよ、こっちは。松本市長も苦肉の策としてこうやっての YouTube で動画流してると思うんですけれども、沖縄のメディアがなんか松本市長は YouTuber を目指しているとかなんか茶化してましたよね。そう、ね、この県知事と那覇市長が会ってくれないっていうことを華麗にスルーをして、松本市長はね、この市長としては初のユーチューバーを目指してるんじゃないのかって、なんかお笑いのネタにするようなこと書いてましたよね。あまりにもひどすぎる。先方さんちょっとふざけてんじゃないかって思いましたね、だって浦添っていうのは引き受ける側ですよ。
ね、引き受ける側にお願いする側がなんでこんな無礼な仕打ちをしてるんですかっていうようなことなんですよね。実はこれね、なんでこのように多くの人たち反対派がいて浦添の海の埋め立てに反対しないかっていうね、実はこれ公表されてない大きな実は事情があるんですよ。これ何かと言いますと、今玉城デニー知事は、観光客1000万人を、ね、目指して観光立県を標榜してますよね、はい、で沖縄の一番の産業は観光だと、はい、そのためにはやはりこの大人数が乗ってくる船っていうのをもっともっと入るバースを、ね、整備しないといけないんです、はいはい、ところが大きな船が入れるバースっていうのはやっぱり限られてるんですよね。まあ、そうですね。ですからそういった大きな船が入るバースをじゃあ整備するためにはどうしたらいいかとなると、海底をね浚渫するんですよ。あ、海の底を掘って深く、いわゆる深くすると大きな船が入れるようになるんですよね、はい、ところがですよ、この那覇のねこの港の中を浚渫をして深くすると確かに大きな船がどんどん入れるようになります、はい、ここで一つ問題が出てくるんですよ。この浚渫をしたいわゆる海底の土砂をどこに持っていくかっていうのが問題になってるんです。はい、はい、これ海の中に捨てるわけにいかないんですよ。例えば那覇の港の中を掘ってですよ、そこに溜まってた泥とか石とか砂を沖合に持ってって、これ海洋投棄すると海洋汚染になるんですよ。じゃあどうするかというと、埋め立てに使うんです。この土砂っていうのは基本的にこの船をね、大きな船を入れたりするために海底を浚渫した土砂というのは、それはもうほとんどが埋め立てに使われるんですよ。あ、塩分をたくさん含んでるから陸には持っていけない。そう、そこなんです。 HK さん、これ陸上に持っていくと植物全部枯れてしまうんですよ、塩分でね。ですから埋め立てにしちゃうと、はい、埋め立て地で使うんです。ところが今沖縄で大きな埋め立て地っていうと、はい、那覇空港と、あと那覇空港と辺野古がありますよね。まあそうですね、はい、那覇空港はもうね、ほとんど出来上がってるんですよ。となると次に土砂がいるところっていうとは、ところは辺野古しかないんですよ。つまり那覇港の浚渫で出たこの土砂をですね、どっかに持っていかないといけない、はい、ところが那覇空港でいらないとなったら持っていくのは辺野古しかなくなるんですよ。そうなると那覇をね、那覇の港を深くして観光船をねどんどん入れるようにするには、海を深く掘らないといけない。海を深く掘ると今度は掘った土砂が出る。その土砂を辺野古に持っていくわけにはいかないから、浦添の海を埋めるっていう、これ埋め立ての専門家から私聞きました、この話を。あれ、おかしいじゃないですか。そうだから、こうなると玉城デニー知事が浦添の海の埋め立てに反対しないのがよくわかるじゃないですか。辺野古を守れば浦添が潰れるって、そう、こんなバカな話ありますか。だから辺野古の埋め立てをね進めないために浦添の海を埋めちゃうと。つまり那覇の港をね掘った土砂を、その土砂の捨て場として玉城デニーさん、まあ、元のね前沖縄県知事が目がつけたのが浦添の海だったんですよ。だから軍港移設云々というよりは、どちらかというとその土砂の捨て場として浦添の海を埋めたいというのが本当の狙いではないかと言われてるんですよね。これは報道されない不都合な真実の一つだと私は思ってます。そうなると辺野古のね海の埋め立てに反対している人たちが浦添の海に何一つ反対しないっていうのが分かってくるんですよ、ね、今松本市長がおっしゃってましたけど、那覇軍港の暗黙の三原則、止めない、触れない、行動しない、つまり今の玉城デニー知事と城間那覇市長は、まあ、浦添市長との対話をね拒否することによってね、この移設を止めない、そしてこの拒否することでね埋め立てに触れない、マスコミも触れない、平和団体も触れない、そして行動しない。辺野古の海にはあんだけね大きく騒いで
いろんなところから有名人まで押しかけて騒いでるのに、浦添の海では、ね、あのハンストした本山君、県民投票やった本山君でさえ何一つ職種動かさないでしょ、うん、そうですね、うん、だからこれはあくまでも仮定の話として聞いてほしいんですけど、那覇港をね深くしてたくさんの観光船を入れるために浚渫をする、浚渫をすると土砂が出る、その土砂の行き場として、あの今埋め立て地としてね工事が進んでるのは辺野古だから、辺野古に持っていくわけにはいかない、だから浦添の海にその土砂を持っていこうというのがね本当の理由ですよっていう、ある埋め立て関係者のお話でございます。これがもしフェイクだっていうんだったら全然反論してもいいと思うんですけどね。いやまあフェイクっていうよりこれは今度可能性の話ですからね。ああ、この可能性を否定する人が別に いたっていいと思うんですけど、うん、だからこれ前例があるじゃないですか、合わせ干潟、ああ、はい、中城湾港の浚渫をしてね、あの航路を作るために出た土砂を合わせ干潟に埋めてますよね、合わせの方に、はい、はい、それと同じことを今度は浦添でやろうとしてるんですよ。もうだから基地反対派も環境保護団体もオール沖縄も玉城知事も城間那覇市長もね、誰も浦添の海に反対しない。浦添の海を埋めることが辺野古のね、あの埋め立てを遅らせることになるからということでなってるというのがね、この、埋め立て関係者のお話、私聞いてなるほどなと思いました、はい、最近なんかまあ選挙で慈善活動をやってるある候補予定者はなんか沖縄市出身らしいんですけど、沖縄市出身でもう結局あっちって合わせの埋め立てって結構進んでるのに、それを止められなかった人が本当に辺野古止められるのかなって思いますね。はい、私も実際そういうふうに思いますけどね。いやしかしラジオ沖の皆さん、なんで辺野古にはあんなに反対するのに、あの浦添の海の埋め立てに平和団体も環境保護団体も玉城知事も那覇市長も、ね、反対しないのかっていうのがストーンと意味が分かったと思います。これであの辺はもう、ね、通りかかる人と、まあ、パルコシティにあの出入りする業者とかが結構通る感じで、もう抗議団体とか市民団体平和団体一切見ないです。はい、目立った活動あの辺でやってるなんて見聞きしてないです。はい、これはねあのラジオではまだ発表してなかった話なんです。今日は初めて発表しましたけど、あのラジオ沖の皆さんもなんでね、あの玉城知事も環境保護団体もね平和団体も辺野古の埋め立てにはあんだけ意地になって反対するのに浦添の海は反対しないのかなっていう不思議に思ってた人たちいっぱいいると思うんですよ。でもこの話を聞けばストンと意味が分かると思います。思い出したことがあって、那覇市議会の市政報告会でちょっとこの件に質問しようとしたら、あの市政に関係ないことは質問しないでくださいって言われたんですよ。君いつから市議になったの？いや、あの市政報告会って言って、あの那覇市議会の議員さんたちがいろいろ集まって参加して、あ竹原君いたの？いやその頃はいなかったんですけど、残念だね。で、いろいろ話し合ったんですけど、いろいろな話があったんで、この軍港に関して那覇市だってもう送り出す当事者であるのにあるから、そのことについて質問しようとしたら、市政に関することでないことは質問しないでくれって、はい、あっち系の議員から言われたんですよ。はい、これがだから触れないっていうことなんですよ。だからね、今松本市長がおっしゃったように、那覇軍港暗黙の三原則、止めない、触れない、行動しない、まさにねこの沖縄の基地反対派、あと、環境保護団体オール沖縄の人たちがやってることそのまんまなんですけど、はい、今のね、那覇港の浚渫と、その浚渫で出た土砂の行き先ということで考えた場合、ああやっぱりこういうことが理由だったんだなと分かる人たちもかなりいたと、思います。来ました、来ました、来ました、来ました。うん、いやまあ
Facebook とかでもいろいろ情報収集してたんですけれども、いやすごい弁護士さんがいたんですよね。まあ誰とは言わないですけど、まあこんなこと言ってたんですよ。宮城県の皆様へお願いですから、和田政宗議員を来月の選挙で落としてください。本当に迷惑してるんです。周りの老人たちを挑発して、沖縄戦生き残りの辺野古在住の87歳のおばあさんを殺せ、興奮させたおばあさんから暴力を受けたと警察に訴えた。いやこれね、あまりにもひどい。党の和田さん、和田議員は訴えてないです。訴えたのは警察にひどいことされたと訴えたのは和田さんに随行していた方です。それを事実確認、まあ弁護士さんだったらちゃんとやればすぐ分かるはずなのに、やってないでないことばっかり言ってる。いやあまりにもこれどうなのかなって思うんですよね。これしっかり和田さんが何をやってたかって映像もあるし、暴力振るわれたシーンとかも映像もあるんですよ。裁判になったらもうそういうものも出てくるかなと思うんですけれども、でこの点に関していろいろな指摘されたら、この弁護士さんなんとその書き込みを消しちゃったんですよ。弁護士さんだったらちゃんと反論、何か言い分があればいいのに、あれは誤りでしたと謝罪もしないで消して、何事もなかったようにしてる。いやーち2週連続ですね。いやわかったですか。まあ君だからその弁護士誰とは言わないって君最初に言ってたじゃない。まあ誰とは言わないですけど、だいたい小さななんとかって言ったら、あの分かっちゃう人は分かっちゃうよ。まああまりにも情けない、はいはい、大きな口は叩かないようにしましょうと、はい、さて話は変わりますけど、あの玉城デニー知事、そして那覇市長、ぜひね松本市長と会ってあげてください。ロシアに行く暇はあるのにね、浦添市役所に来れない暇はないってないじゃないですか、ね、こんなこと言うと埋め立て撤回しちゃうかもしれませんよ。ということで高さんメッセージを。あはい、つって坊主しぐれて歌うのホギーさん、お笑い会議を冬景色今あったんですけど、野高さん、スマホを見ればいつもニコニコを失禁管理、某 HK 失禁事故センターの金ピンハネさん、こんばんは。最近蚊に刺されて背中がかゆい関東のオフィスです。最近の香港デモ事情、香港政府は、逃亡条例、逃亡犯条例を延期しました。しかし香港は返還後50年は一国二制度と言いますが、では50年後はどうなっているのでしょうか。西暦2047年頃には香港は、完全に中国の一部になってしまうのでしょうか。その時は自由のない香港がやってくるのでしょうか。その時某大げさんが生きていたら中国に飲み込まれる香港に取材に行かれるのでしょうか。でも血圧が心配ですね。また尖閣の中国抗戦を指摘するなととんでも発言をした玉城知事、石垣市議会から抗議決議を突きつけられた途端に発言撤回。玉城知事は組織として尖閣の中国抗戦を刺激するなと公言、それを石垣市議会の抗議決議で発言を翻す無責任発言、石垣市議会が何もしなかったら発言 の撤回もしなかったのでしょうか。無責任な行動が目立つ玉城知事、どこかの音楽イベントに行くなら自分の過去の発言の再検証されてはいかがでしょうか。リクエストは細川たかしさんの北酒場バックから、北の酒場通りには髪の長い女が似合うの替え歌で、俺の助手席にはスマホの中の女が似合うを HK 失禁自己センターの金見晴さんの朝立ち応援歌でお願いします。却下するときは却下マンで決めてくださいと。そのニックネームは却下です。何
ながらチャックマンで決めてくださいって本当にもう次から次に大石さんは本当にもうすごいですね。今日もあのピョンタさんからもメッセージ来てるんですけど、まあ、ピョンタさんからの質問には来週またね、あの真摯にお答えをしたいと思っております。いやしかし本当に今日もディープな内容でしたね、HK さんね。はいはいはい、はい、今日君の話も途中で打ち切られるしねこれからだぞっていうところで切られましたねまあちょっと切ったタイミングが良かったですね。あの本当にこれちょっと放送できないことを言ってましたからねいやしかしこの高橋さん途中でカットされるっていうのがすごいいいですよね。そうですね、これ編集じゃなくて生放送ですからね、本人すごいその気になって喋ってるのに突然カットですからねそうですなんか100メートル走で勢いよくスタートしたんですけども、フライングした人がいてそれでやり直しになった、そんな状況ですかね例えて言うなら、まあ、確かにそれに近いような気がするんですけどね。しかし本当にこの番組っていうのはもう聞いてるとあっという間に終わっちゃいますね。そうですね、時間足りなかったですね今日本当にいやでも本当に松本市長のねスピーチ全文今日流させていただきましたけど、多分地上波で流れるのはこの番組だけだと思います、はい、でネットの中で YouTube で喋ってますけどまだ300回ぐらいの再生しかないので、そうですね、時間を見つけてもう一度聞いてもらいたいですね、だから多くの人たちにやっぱり聞いてもらうためにね、うちの番組ではできる限り、松本市長のこういった思いっていうのをねどん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 、まあ、電波に乗せて県民に届けていこうと思っております。埋め立てをね、軍港移設を受け入れる側の浦添市がなぜこうもね県と那覇市に冷遇されないといけないのか、私はね本当に松本市長苦しいと思いますよ。もともとあの方埋め立て反対で当選してますからね、ですからもうこれ以上このようなことが続くんであれば初心に立ち返ってですね白紙に戻してもいいんじゃないかと、そして浦添市のトップとして浦添市独自の開発案っていうのをぶち上げてですよ、50年100年先の私たちの子孫に誇れるような財産をね浦添にやっぱり残してほしい、まあ、これが私の正直な思いでございますということで、本日の、ワンノミ、今日も初っ端から放送事故で HK さん笑わせてくれましたけどねまさかカットでも笑わせてくれると思わなかったですからね、はい、来週もまた期待してますよ君には。はい、ということで本日の放送これにて終了させていただきます。皆様最後までありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。